JR の出雲市駅から、電鉄出雲市駅、一畑電車に乗り換えないといけないのね、出雲大社には。サンライズ降りてから電鉄出雲市駅、これ乗り換えてから退社前までこの電車で行けるはずなんで、電鉄出雲市駅、これ JR の駅じゃないからね。 JR の駅からちょっと歩くの、1分ぐらい、1分2分ぐらい歩くのかな。ああ、久しぶりに来た、一畑電車ね。一畑電車、出雲大社前駅着いた。こっから歩いて多分すぐだと思う、確か。出雲大社2年ぶりに来た。出雲大社はいつ来ても厳粛な気持ちになりますね。ゆっくり歩いて本殿の裏側に行きたいと思います。ここからよく本殿が見えますね。出雲大社の本殿は昔は空中神殿だったらしいです。近くに博物館があるんですけど、そちらの方で模型が飾ってありましたね。写真を撮ってみました。神楽殿にすごくでかいしめ縄がありますね。少しずつ見えてきました。下から眺めるとすごく圧巻です。帰りの一畑電車の中でこんなぬいぐるみが飾ってありました。一旦一畑電車で出雲市駅に戻りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。